ウィリアム・アジャー・モフェットは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は少々。名誉勲章受賞者。モフェットは、喫水の航空人ではなかったが航空に深い理解を示し、アメリカ海軍における海軍航空隊の礎を築いて、アメリカ海軍航空隊の父と呼ばれた。時には、政治家の力を利用して、アメリカ海軍内における、 航空部門の発展に尽力したが、飛行船事故により殉職した。ウィリアム・アジャー・モフェットは1869年10月31日、サウスカロライナ州チャールストンで、ジョージ・ホール・モフェットの息子として生まれる。ジョージは、アメリカ連合国陸軍の軍人で、ハグード・リョン・サウスカロライナ第25連隊の副将などを務めた。モフェットは、海軍兵学校に進学し、 1890年に31位の成績で卒業したが、この頃はアナポリスの在校生の数は少なく、卒業年次からアナポリス1890年組と呼称されたモフェットの同期はたったの34名であった。アナポリス卒業後、モフェットは士官候補生となり、練習官ペンサコラ及び防護巡洋官ボルチモアに配属される。 1892年に少尉に任官後も、海軍大学校受講時代を挟んで、会場勤務が続いた。1898年、ハバナでの戦艦、メインの爆ン事件をきっかけに、米西戦争が勃発する。モフェットは、米西戦争にて、スループ、モヒカン及び、故郷の名前を冠した、防護巡洋艦、チャールスト乗り組となり、 1898年5月1日のマニラ湾海戦と7月から8月にかけてのマニラの戦いにも参加した。戦争終結後はボルチモアに再び配属され、1912年に戦艦アーカンソーの副長となるまで水上艦勤務の他に、ウアンタナモ基地司令、海軍大学校教官などを歴任した。1912年10月、 中佐に昇進していたモフェットは、軽巡洋艦、チェスター艦長に就任。1910年以来続いていたメキシコ革命に、際しては、アメリカ国民と財産を保護するため、メキシコ湾に向かう。4月21日、モフェットは、チェスター陸戦隊を率いて、他の艦艇の陸戦隊とともに、ベラクルスに上陸し、税関をめぐって、戦闘を繰り広げる。 戦闘の体制は4月22日には決し、税関を占領することができた。この功績が認められ、モフェットは名誉勲章を授与された。この時、モフェット以外に名誉勲章を授与された者の,の中には、空母任務軍を指揮したフランク・ジェイ・フレッチャーや、ムロラン艦砲射撃を行ったオスカー・シー・バジャーにせい、両養船部隊を率いたセオドアイス・ウィルキンソンなどが、いる。 名誉勲章勘定階級と所属、アメリカ海軍、記事と年月日1869年10月31日、チャールストン、サウスカロライナ、推薦、チャールストン第177番、1915年12月4日付、他の受章歴、主勲章1914年4月21日及び22日の、ベラクルスにおける戦闘において、 モフェット中佐は4月21日から22日にかけての夜半に明かりもない暗闇の中で艦をベラクルスの内航に乗り入れさせ4月22日の朝にはすでに発砲体制を整えていた夜間における中佐の技術は巧みの極みであるモフェット中佐はまた最も敵に近いところに位置して発砲を命じ反撃をほぼ一手に引き受けた 1914年9月、モフェットは、グレートレイクス海軍訓練施設長となる。アメリカの第一次世界大戦参戦を経て、大佐に昇進後の1918年から1921年の間は、戦艦、ミシシッピ艦長を務めた。1921年、アメリカ海軍航空局が設置され、モフェットは、初代局長に就任し、少々に昇進する。 局長としてのモフェットは、航空戦術の草案や航空母艦の導入、民間航空機産業との関係強化を重要視した。また、空軍力の重要性や、独自の空軍創設を説いていたビリー・ミッチェル、陸軍巡将の主張に賛同する。モフェットが、このような辣腕を震えたのは、1913年に、ウッドロー・ウィルソン大統領によって、 海軍次官に任命されていたフランクリン・ルーズベルトと実婚の中だったからというのも一つの理由であるが局長としてのモフェットや政治家との関係についてはこう改めて述べる。モフェットはさらに飛行船導入や飛行船から発信する蛍光空機の開発にも取り組んだ。しかし1933年4月4日にアクロンに登場して ニュージャージー州上空を飛行中に悪天候に見舞われ、アクロンは墜落して、アクロン上院と共にも、フェットも殉職した。63歳没。モフェットは、アーリントン国立墓地に、妻であるジャネット・ホイットン・モフェットと共に、埋葬されている。モフェットの3人の息子のうち、ウィリアム・アジャー・モフェット・ジュニアは、父同様に海軍に進んだ後2001年に死去し、 父と同様に、アーリントン国立墓地に埋葬されている。グレートレイクス海軍訓練施設長とミシシッピ艦長、この二つのポストに着くまでの間、モフェットの経歴や経験の中に、航空のこの字は一つも出てこない。モフェットが海軍航空隊の父となる始まりは、まさにこの二つのポストがきっかけであった。ただし、決定打となったのは、後者の ミシシッピ艦長時代での出来事である。1903年12月17日のライト兄弟のライトフライヤー号による初の動力飛行以降、アメリカ軍で先に航空機に手を出したのは陸軍で海軍に航空機が導入されたのは1911年のことだった。また海軍内で航空関連の部署が設置されたのは チンタオの戦いに日本陸軍機と日本海軍の運送船、若宮搭載機が参加したのと同じ1914年のことである。この時設置された航空室は1915年に設置された海軍作戦部の元に移った後、1918年には航空化に昇格する。その間の1915年にはフロリダ州ペンサコーラに 海軍飛行学校が設置され、海軍パイロットの本格的な要請も始まった。1920年6月、モフェットが艦長を務めるミシシッピはサンディエゴ沖で砲撃訓練を行っていたが、この際に水蒸気が弾着観測を行い、その働きによって訓練がうまくいった。モフェットは、この一件で航空観測の重要性を実感したのである。 これと前後して、ビリー・ミッチェルによる旧ドイツ帝国戦艦、オスト・フリースラント撃沈実験や、海軍作戦部長のロバート・クーンズ、海軍大学校長のウィリアム・シムスといった大物が、航空に理解を示したことも手伝って、航空部門の拡充が図られることとなった。1921年3月に航空課長になっていたモフェットは、 上述の通り航空局設置とともに初代局長となる。翌1922年には海軍最初の航空母艦であるラングレーが収益し、モフェットはラングレーを海軍航空の発展のために大いに活用する。シェナンドーとモフェット海軍航空発展には何が必要か、モフェットはその答えとして予算を握る。 政治家や議会との関係を深めることを重んじた。フランクリン・ルーズベルトは、もちろんのこと、海軍長官は、文官のポストである。モフェットは、文官に、海軍航空の何たるかを叩き込むことに時間を惜しまなかった。1922年、モフェットは、当時のエドウィン・デンビ海軍長官に対して、海軍航空は攻撃の最も重要なところへの、 攻撃に振り向けられるべきとの手紙を送ったが、この手紙を具現化するための一つの方策が、空母であった。ラングレーを使った、政治家や議会向けのデモストレーションは何度か行われ、1923年に、ウォレン・ハーディング大統領の視察を受け、これが伏線となって、歴シントンとサラトガの改装工事促進が図られた。モフェットはまた、 政治家との接衝の際には軍服を着用せず、スーツで接衝を行った。ボーイングやグラマン、ダグラス、カーチスライトなどといった民間航空機産業への投資も欠かさず、とにかくもフェットは海軍航空発展以外のこと、例えば昇進であるとか上級ポストへの転身などは、眼中になく、航空局長としてはアクロン墜落で、 在職のまま殉職するまで12年も務め、文字通り海軍航空の発展に身を捧げたのである。モフェットが苦心して育てたアメリカ海軍航空隊は、第二次世界大戦で、特に、日本を打ち倒す、原動力の一角となった。しかし、モフェットの言った施策がすべて当たっていたかといえば、そうではない。特に戦略及び戦術面では、 その方面でのモフェットの資質の限界があった。モフェットは、ラングレーで空母に関する理解を深める努力を惜しまなかったが、それ以上に、海軍航空育成の三つの柱としたのは、飛行船、小型空母及び航空巡要艦であった。このうち、小型空母は、ワシントン海軍軍縮条約に配慮したものであり、レキシントンとサラトガで、 保有量の半分を占めていたため、空母の等数を揃えるには艦を小さくするという結論に達したが、ゆえのものだった。レンジャーは、そういったモフェットの発想の具体例とも言うべき存在だった。航空巡洋艦も、洋上の多数の海上基地という発想が展示たもので、ある。残る、飛行船、モフェットはこの三つの柱の一つによって落命するが、 この飛行船は日本艦隊との対決に偵察用として投入されることになっていた。アクロンとシェナンドをロサンゼルスを呼び、メーコンこそはモフェットが日本海軍との対決のために考え出された切り札の一つであった。アクロンとメーコン向けに専用の戦闘機 FQC スパローホークまで開発されたが、 この手の公式飛行船がついに海軍でおもんじられることはなかった。モフェットが考えていた三つの柱は海軍航空の主流にはならなかったが、逆に言えば、モフェットの三つの柱が異物になるほど海軍航空の発展が急激に進んだ証とも言える。後釜争いでタワーズに勝ったキングモフェットはあらゆる手を尽くして、 海軍航空の発展に尽力したものの、遺憾戦、年齢と世代という点はどうしようもなかった。海軍に航空機が導入された際、海軍パイロットの第1号となったのは、ジャック・コトジョン・ヘンリー・タワーズである。タワーズは、グレン・カーチスの指導の下で免許を取得し、以降は、海軍航空一筋に生きた。ペンサコーラの海軍飛行学校の第一期生の中には、 マーク・ミッチャーがいた。ラングレーや、レキシントン、サラトガるいは水上規模館の収益に伴い、モフェットはこれらの艦長や見込みありげなものにも声をかけて、航空をかじらせることとした。例えば、アーネスト・キングや、リッチモンド・ケイ・ターナーなどは、モフェットの勧めで、中年ながら、ペンサコーラで、航空免許を取得した。しかし、 1920年代の海軍では、航空出身者の割合も地位も高くなく、そもそもも、フェット自身が水上艦の出であったため、政治活動などで海軍航空の地位を上げるために奔走する一方、当面は上述のシムスやクーンツ、ジョゼフ・エムリーブスといった航空に理解を示す水上艦出身者の大物を海軍航空会にいただいて地位向上を目論んだ。 モフェットはまた人事を握っていた公開局のジェームズ・リー・チャードソンを介してミッチャーやターナー、チャールズ・エーパウナルといった人材を航空局に書き集めた。人が集まってくるのとパイロット出身者が徐々に増えるに従い、パイロット出身者の罰とそれ以外の罰が自然形成されるようになっていった。そして前者ではタワーズを クラウンプリンスとして建てまつるようになっていった。モフェットは、タワーズを、ことのほか、可愛がり、自身の後継者に喫した。その手はずを整えるために、1928年には、タワーズを航空局計画課長に据えた。モフェットはまた、中途から航空に入ったキングを、歴シントン艦長に推薦したが、公開局の反対で流れたため、航空局次長に据える。 しかし、キングを次長にしたモフェットのこの人事は、失敗に終わる。モフェットとキングはことごとく意見が対立し、キングはわずか9ヶ月で次長を辞して、ノーフォークの航空基地司令に転じた。そしてキングの後任として、タワーズが次長に就任する。1930年、キングは念願の、歴ントン館長となり、翌1931年にはタワーズが、 航空艦隊参謀長に任命される。キングとタワーズの間でも、フェットの後釜争いが始まるのは、この頃からであり、歴ントン艦内での意見対立がきっかけだった。モフェットは、自身の後継者にタワーズを義していたとはいえ、問題がないわけではなく、その最大の問題が、世代であった。キングが航空局を飛び出した結果タワーズが次長になったわけだが、 これが海軍始まって以来の若い次長であり、キングはこれをタワーズの陰謀だとか野望であるとみなしていた。世代という問題に関してはモフェットもある程度分かっており、カール・ビンソンが海軍担当の有力政治家に対してタワーズともども盛んに働きかけを行う。これに対してキングもヘンリー・エル・ルーズベルト、アナポリスではキングと同期で ルーズベルト家出身の政治家を背景に、航空局局長の座を狙った。後釜争いの決着はあっけなかった。アクロンの事故でもフェットが殉職すると、タワーズの立場は、モフェットが心血を注いで作り上げた政界の、後ろ盾も虚しく弱体化していった。また、当時の海軍作戦部長であるウィリアム・プラットなど、いわゆる、制服組の高官らがキングを支持しており、 キングはすでに少々の地位にあった。クロードスワンソン海軍長官はこれを受けて、大統領になっていたフランクリン・ルーズベルトに、キングの航空局局長就任を推薦して、許可された。こうして、モフェットの後釜争いは、キングの勝利に終わった。一連の争いの末、タワーズは政治活動に長けるようになり、モフェットのコピーみたいな豪腕の人物になっていった。 そんなタワーズをキングは元より太平洋艦隊司令長官となったチェスター・ニミッツなども煙たい存在、花つまみ者として扱った。タワーズが航空局局長となるのは1939年になってからのことだが、新珠湾攻撃によるアメリカの第二次世界大戦3戦後、航空行政を手中に入れたかったキングは、1942年10月に、 太平洋航空部隊司令部が創設されたことをきっかけに、そこに中将に昇進させたタワーズを放り込み、ワシントン DC とのつながりを断ち切らせた。かくてキングは事実上の独裁者となって、ニミッツラと共に、対日戦勝利の立役者となったが、モフェットやタワーズが心血を注いで作り上げた、海軍航空の力が勝利に一役買ったのは、言うまでもない。 モフェットが巻いた種は、モフェットが構想していた形とは、少し違ったものの、見事に花を咲かせたのである。海軍兵学校の卒業年次に換算すると、秋山正幸らを排出した17機に相当する。例えば、モフェットの糸に反する、ヨークタウン級航空母艦の気候は、モフェットの殉職の翌年である1934年の、 ことであり、SX 急行空母艦や護衛空母の大量収益に至っては、モフェットの預かり知らぬ時代の出来事である。設立当初こそ公開関係の部署を担当したが、南北戦争の頃から人事への関わり合いを強め、後に人事局に解消される。ただし、途中で海兵隊に転じたので卒業はしていない。ありがとうございます。